悲しみに暮れるアルゼンチンの人たち、そして3キロ以上続く行列。25日、60歳で亡くなったスーパースターディエゴ・マラドーナ氏。地元警察によりますと、別れを告げようと集まった市民は100万人を超えたといいます。弔問の後、棺は墓地に向かいましたが、ここにも大勢の市民が。そして先ほど、両親が眠る墓の隣に埋葬されました。